フェルミ研究所へようこそ。こんばんは。ファッションセンスは自分を魅力的に見せるのに大切な要素ですが、実際おしゃれでも男気が悪い服装もあります。今日は男性が好きな女性のファッションを5つ見ていきましょう。ズボンとスカート。基本的に男性は男でも着れるものに魅力を感じないものです。つまり女子のズボンとスカートでは好きなのは圧倒的にスカートということになります。ショートパンツもありですね。もし初デートの時に長ズボンで来たら男性のテンションは下がってしまうことでしょう。やはり女子にはスカートを履いてほしいのです。ハイヒールとスニーカー。最近ではニューバランスなどの楽でおしゃれな靴を履く女性も増えてきましたね。ただし男受けという観点だけで見るとやはりハイヒールの圧勝です。というのもハイヒールを履くだけで足をきれいに長く見せることができ、色気が増すからです。先ほどの長ズボンを履いた際にはハイヒールを履くことで女性らしさを醸し出すことができます。露出高めの服、露出低めの服。背中がざっくり見えた服装の女性も最近ではよく見るようになりましたね。確かにノースリーブくらいの露出具合であれば男受けはいいのですが、背中のざっくり開いた服装や超ミニスカートはそれほど男受けはよくありません。そんな女性を見ておーと声を上げる人もいますが、心の中では軽い女だなと冷静に見ていることもあります。程よい露出具合がグッドですが、露出しすぎるくらいなら露出低めの方が男性受けはいいのです。清楚系ワンピース、派手系ワンピース。さてお次は色気漂う柄物のワンピースとシンプルな清楚系ワンピースです。こちらは清楚系ワンピースの圧勝です。たまにお前は加納姉妹かとツッコミを入れたくなるようなド派手なファッションの女性がいますよね。それにプラスして男受けが良くないのがフリフリのついた服だったり、ピンクで統一された服装だったりという漫画やおとぎ話から出てきたようなファッションです。基本的には花柄や白を基調にしたシンプルで清楚なワンピースが鉄板なのです。ネイルつける、つけない。ネイルに凝っている女性がたくさんいますが、それほど男性はネイルに興味がありません。派手な色や盛られているネイルなんかは特に男受けは悪く、なんならネイルしていない方がいいとすら思っています。実際にそのネイル可愛いねと女性から言われることはあっても、男性から言われることは少ないのではないでしょうか。ちなみにピンク色のほのかなネイルであればネイルっぽさがなく自然なので好印象を与えることもできます。今日の授業は終わり。また来てね。